よろしくお願いします。今回は面積の単位基本をやりたいと思います。授業1問目から4問まであるので最後まで見てくれてください。一個一個問題をつけるので説明も入れております。では1番目いきます。1平方メートルは何平方センチメートルでしょうか。はい、答えはですね、こう書きます。で、1万平方メートル、1万平方センチメートルです。これのね、なぜこうなるのかというと、まず100かける100をします。これは100かける100、この2乗、2が100かける100で1メートルは100なので100かける100は1万となります。次2番目です。1平方キロメートルは何平方メートルでしょうか。はい、では答え合わせです。1平方キロメートルは100万平方メートルなんです。それはなぜかというとね、ですね、まず1キロメートルは1000メートルですよね。なのでここに2とついて、同じく2なので、千かける千は百万になります。ちょっと数字が大きいけど、ちゃんと書いてきて、書いてみてくださいね。次、こことここはとても重要なので、解けたら OK です。ではいきます。 1R は何平方メートルでしょうか。これは実は100平方メートルなんです。なぜかというと、これはですね、 1R とは 10×10 のことなんです。で、 10×10 を計算してみると100になります。なので 1R は100平方メートルってことを思いましょう。次、これも重要なんですよね。1ヘクタール、ヘクタールと言いますは何平方メートルでしょうか。答えは1万平方メートルなんです。解説します。1ヘクタールというものはですね、100かける100なんです。これを計算すると1万になるので、答えが1万平方メートルというのになります。今回のポイントはですね、2です。2です。2がどんな役割をしているのかが分かれば簡単に解けます。今回も見てくれてありがとうございました。次の動画を見てください。面積の単位です。